皆さんこんにちは。今日は排水パイプで野鳥の巣箱を作ります。まずは VU100 のパイプを長さ20センチにカットします。巣箱の底に使うキャップに5ミリくらいのドリルの刃で水抜き穴を開けておきましょう。穴を開けたキャップに配管用の接着剤を塗ってパイプにはめて10秒くらい押し付けて接着します。接着剤の匂いは日向に1日置いておけば抜けてしまいますから大丈夫です。30ミリのホールソーを使って出入り口の穴を開けます。上から5センチのところに開けてください。ささくれはカッターできれいにします。ホールソーを持っていない場合はドリルの刃で何度も穴を開けてからカッターを使って抜いてください。横に紐を通す穴を開けます。5ミリのドリルの刃で2箇所開けてください。紐を通して中で結んで抜けないようにします。本体が長持ちしますのでなるべく丈夫な紐を使いましょう。上のキャップを軽くかぶせて完成です。キャップは観察やメンテナンスのために開きますので接着する必要はありません。それではパイプ巣箱1個を作るのに必要な材料を確認しましょう。排水パイプの VU100、 直径10センチの排水パイプで、使うのは20センチです。1メートルのものがホームセンターで600円ぐらいで売っています。近くに設備屋さんがあれば切れっ端をもらえるかもしれません。排水パイプの蓋 VUC100、 ホームセンターのパイプコーナーで売っていますので2個購入します。1個500円ぐらいです。配管用接着剤、こちらもパイプコーナーで売っています。300円ぐらいです。必要な道具は次の通りです。材料費が割とかかりますが、長期間にわたって使用できることを考えればかえって安上がりです。こんな巣箱で入るのか心配になると思いますが、長靴の中や郵便受けにも作ったことがありますから大丈夫です。今度の休みは材料を揃えて作ってみてはいかがでしょう。楽しいですよ。